まあ前も言ったんですけど、うん、洗濯ってすごいだるいでしょやっぱ洗濯ってすげえめんどくさいんだよ、うん、で何が嫌って、うん、その別に僕らなんてねそんな基本的には暇ですけど、うん、まあグッとなる時あるでしょ、スケジュールがあるね。たまたまいろいろ重なって、うん、あの4日ぐらいもう本当にしんどいスケジュールになる時に、うん、の本当のもう寝れない3時間ぐらいしか寝れない時に絶対洗濯しなきゃいけないみたいな巡り合わせになるんだよ。一人暮らしとかだと、その毎日やってるわけじゃないから、それが一番もう嫌なんだよ。貯めるからねやっぱり。で大体再々洗濯するとね、そう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 、お金もかかりますし、そんな量ないから溜まってからするじゃないですか、うん、そうね。ただその衣装関連であったりとか、うんうん、なんか着るものとかを溜まっててもうここで洗濯するしかないっていう時が一番体力のない寝たい時とかだったりするんで、あるある得てきて、もうそれがもう一番腹立つんだよ、うん、3時間しかない中でピッて押して完結じゃないでしょ洗濯は、うん、その間起きとかなきゃいけないし、結局ね、まあ、その時間でできることなんかないでしょ、うん、その時間だけ寝るかとかないし、2、30分ですかせいぜいね、2、30分してまた取り出して干してみたいな、うん、もう干すのがめんどくせえ、干すの本当にめんどくさいな、干すのって一番めんどくさいですからね。あとお前はないかもしれんけど、あの今もうほんま花粉すげえけん、うん、あーそれは大変な、もう一個一個丁寧にもう、ね、ベランダもいちいち閉めて一回中に入らない花粉がで外でこうバーって払って一枚一枚こう、うんうんうん、入れねえけんの。これじゃあ花粉の人はみんな大変ですね。めちゃくちゃ大変。そうかそうか、それがない分まだ別に僕は窓開けようが何しようがいいですけど、うん、確かにもう窓開けるのも嫌じゃん、もちょっとでも。なるほどね、うん、そう思うと余計嫌な要素がめちゃくちゃめんどくさい。それじゃあもうより寝れなくなったりしますもんね。もうほんま一仕事だよ洗濯、うん、洗濯はやっぱまあ大変、日々ねやられてる方だと本当に尊敬しますよ ね、 そのね、お母さん方とかね、うん、まあ、お母さんに限らずそうですけど、まあ、あと俺らその部屋も狭いけど洗濯もしにくいんだよな。どういうことですか、その干すのがってこと、うん、しにくいってない、そんなことある、洗濯しにくない、しにくいって何、え、洗濯しやすい部屋に住んだことないで俺。洗濯にしにくいもしやすいも感じたことがないよ僕は。だって広い、例えば実家とかだったらな、うん、もう洗濯バー取り出してな、もうどこでも干せるか、うん、パッパッパッパいやそんなもう干し放題だ。いやもうまあね、別に今も干し放題でそんなの、うん、でももうほんま窓こんぐらいもんでしょ、そのもうちょいあるよ、開けてさフルに開けてもまあ1畳分ぐらい。どういうとこに干してんの、そのベランダ、ベランダ物干し竿みたいなやつは、うん、そうあるよ。じゃあ干し放題だろそんなもん、やりにくない、いやいや全然意味が、いろいろ物もあるし、いろいろ、いや物とか知らないよ、片せよじゃあ物って何、その別にここら辺に物あっても干すのこの辺でしょ要は。うん、でもなんか狭いがとにかく。いやそうかな、そんな大量の洗濯もないし、そんなに感じたことないんじゃん。いや誰もピンときてないですよ、その洗濯しづらいなんて。俺東京来てずっと洗濯しづらいで。いやその岡山で洗濯してたのか、じゃあお前は洗濯というものに初めて出会ってから、まあまあ、してないけどだろう、だからいやいや洗濯ってそういうもんで、いや干すのなんてどんだけ広かろうが狭かろうがめんどくさいんだよ別に。いやでも広いよ。いや広いけど庭に干すんだよ岡山。いやいやそれは別にそうでしょうけど、庭に、いや布団とかは分かりますよ、うん、布団とかは2階だとだと2階に干してとかできてからめちゃくちゃ良かったし、いいなと思って。岡山はもうだってもう庭にこう岡山というか自分の実家はね、こんぐらい肘張ったまんまいけるか。いや別にいけるよ今だって、あとやれるわ今だって。いけるだけど今もうこうやってこうやってこう、そんなことはないよ。じゃあどな何があるんだこの側面に、お前の家はそのどうなってる。その窓だって1畳ぐらいしかないでしょ。まあ1畳せいぜい。どういう窓、窓ってどういうこと。窓ってだいたい規格だったら180、まあ200。違う違う、どういう干し方してるか全然浮かばないんですよ窓に。布団どうやって干しようか。お前布団とかだから外だよ、もう外というか、僕なんて1階だから 壁に干すん。壁というかその何、部屋、いやまあこういう物干し竿の綺麗にな、うん、とこというか綺麗に物干し竿に干すの。そう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 、高ない物干し竿、布団干す、まあ高い。それはやりづらいっちゃやりづらいかもな、うんうん、確かにそこはあるけど普通の洗濯は何にも思わないよ。あそう、うん、全然その意味が出てなんでだろう。俺むちゃくちゃ先輩だから実家でやってないんだろ別に洗濯。実家でやってないけど想像できるわ。いやだから多分一緒だって絶対一緒かな。いや一緒だよ、広さとか関係ない。ちなみにここだったらどう思うってこと、この屋敷だったら。じゃあそこだろ、そこに例えばまあ外に物干し竿があったとしたらどう、うん、いや干しにくいだろ絶対。干しにくいならない。そこから、そこに持ってくんで、その
机のとこごちゃごちゃのところにこう置いて、あ、まあそういうこと、それはだから片付ける。いや、あと落ちるリスクとかもあるし、岡山落ちてもええが、そんなことねえわ考えて、ちょっとそれまだ洗濯がめんどくさいし、日々やってる人はそれ大変ですからね。男の一人暮らしはもう大変ですよ、その慣れないから。まあね、下手なんだろうけどな、洗濯もね。うん、昔は頑張りましょう。やってくれよったけどな、悲しい終わりにすんな先月ぐらいからやるようになって一人で。いや、だからいいよ、悲しい終わりにすんなって言ってんだよだからそれをずっと僕はやってるわけですから、あの、そうね、やってくれたらいいなと思います、本当ね。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランド井口の愚痴アジー。